それでは基礎から始めるマトラブデータ解析入門のウェブセミナーを始めますデータ解析をしたいけどどこから始めたらいいのかわからないプログラミングは苦手だけど少し複雑な解析もしてみたい本セミナーではこんな悩みを解決したい方のためにマトラブを使ったデータ解析の基礎を紹介いたします 今日はマトラボを使って簡単なデータ解析を行い最終的にはこのようなプログラムとグラフが一緒になったレポートを作成します。実際にマトラブでのデモをお見せする前にマトラブの簡単な紹介をします。 マトラブの名前はマトリックス・ラボラトリーから来ておりその名の通りベクトルや行列の演算を得意としていますマトラブはプログラミング言語ではありますが GUI ツールが豊富であり開発のためのプログラミングになるべく時間をかけないで済むようになっていますまた作成したコードを複数の形式で配布することが可能です 開発はは主に米国ででで行ってていまます。す。マトラブききることは大きく分けて3つありま,すまずはデータをマトラブに取り込むパートです。本日例でお見せします CSV ファイルをはじめ Excel や画像などのファイルからのデータを読み込むことが可能です。 また C、C++、Java などのソフトウェア計測器やウェブカメラなどのハードウェアからもデータ読み込みが可能です最近のバージョンでは JSON、XML などのウェブサービスからもデータを取得できます次に読み込んだデータを解析していくと いう部分になりますここは一番楽しいメインのパートですねデータを描画したり統計解析信号処理最適化計算など必要に応じた計算を行います最後に解析結果をまとめる部分です PDF や HTML のレポートを作成したり 組込みみ込開発またスタンダーローンアプリケーションを作成したり C 言語などに変換するということも可能ですマトラブで計算をさせるにはマトラブデスクトップのコマンドウィンドウにコマンドを打っていきます。例えば今電卓のように 4×6 の計算をしました。 コマンドウィンドウで計算した結果はこのワークスペースに出てきています。マトラブの操作は主にマトラブデスクトップの上の部分のツーールストリップのメニューを使用します。例えばこのワークスペースに出てきている xyz の値を消すということや今まで打ってきたコマンドを消すと。 いうことができます。今はスカラーかけるスカラーの演算でしたが、最初に紹介した通り、マトラブはベクトルや行列の演算を得意としています。例えばベクトルかけるスカラーをこのように行うと、ベクトルとベクトルの各要素とスカラーの積が計算されます。 本日は実際のデータを使用してデータ解析を行う例を紹介します。先ほどのデータ解析ワークフローの中のデータアクセスから結果の共有までの一連の流れを紹介いたします。 使用するデータは、自転車のレンタル所に何台の自転車を用意しておけばよいかを考えるために今までのデータから気温と時間に応じたレンタル台数を予測するような式を推定しますマトラブ上でまず CSV のデータを読み込み可視化をすることでデータの 傾向を確認しますその傾向を使って先ほどの時間と気温からレンタルダイスを予測するモデル式この式ですねこれを推定しますここまでは GUI などを使用してインタラクティブな操作が主になりますがこの後 この解析をプログラムにまとめます。最後にプログラムとグラフをまとめたレポートとして仕上げます。使用するデータの各列について説明します。A 列は各データの行番号です。B 列は日付。 シーリは時間が入っています。例えば一行目ですと2011年1月1日の夜中の零時、二行目ですと2011年1月1日の夜中の一時というように一時間ごとにデータが計測されています。各時間ごとに計測した気温が D 列。 各時間の自転車レンタル数がい、e、い列になっています。それでは実際のデータを見てみましょう。この CSV ファイルをマトラブで開くには、現在のフォルダーでファイルをダブルクリック、あるいはメニューのデータのインポートをクリックします。 この CSV ファイルは1行目にインスタントデートなどの各列を表すような文字列が入っていますそれを変数の名前とします各列の変数の名前として読み込みを行いますデータを読み込むには選択の「インポート」をクリックします 今ワークスペースを見てみますと各列がカウントデートインスタントのように各列の名前でそれぞれれぞ読み込ままています。ただこのデータは1行目2行目がそれぞれセットになったようなデータですのでこういった場合はテーブル型で読み込むことをお勧めします。 テーブル型で読み込むと先ほど別々に各列ごとに読まれて読み込まれていた変数が一つの変数として読み込みが行われます。こちらを見てみますと先ほどの CSV のファイルと同じように各列異なるデータ型のものでも 一つの変数ととして読み込むことが可能ですまたこの現在のフォルダを見てみますと BS2011 という今読み込んでいるファイル以外にも BS2012 というようなファイルがあります同じ構成のファイルを読み込むという場合に毎回毎回この GUI を開いて読み込むと。 いうことをしていては非常に時間がかかりますですのでこちらのスクリプトあるいは関数の生成を使用します例えば関数をこのように生成します ではせっかく関数を生成したのでこれを使って読み込みを行っていきます。ファイルの名前は「データというフォルダーの下の ps2011csv というファイルを読み込みます。 でこの先ほど作成したインポートファイルを使用しますと先ほどと同じように BS2011 の変数が読み込まれます先ほど読み込んだ BS2011 の変数には日付の情報が入っています 最近は計測データ金融データログデータのようにこういった時間情報の含まれるデータがたくさんありますではある日付を定義してみたいと思いますマトラブで日付を定義するときにはどうしたらよいのでしょうか例えばある日付を定義してみます このように時間情報は通常区切りの文字が入っています。この区切り文字を無視して一部の情報だけを取り出すことが時間情報を扱う時に難しい点です。マトラブではデートタイムという時間を扱うための型が用意されています。 これをデートストリングとして一旦定義しておきます。日付や時間を指定し、デートタイム関数にかけるだけで、このデートタイム型に変換することができます。ワークスペースを見てみても、デートタイムの型になっているかと思います。デートタイム型を使用すると、 いろいろと便利なことがあります実際にデートタイム型を使ってみてみましょう例えば今指定した日付デートストリングの分の情報だけを抜き出すというときにはここですね12分なんですが12という数字だけ抜き出すと いうことが可能に,なっています他にも「Weekday」という関数を使えばこのようにこの日付の曜日日曜日から数えて3番目ということなんですが日月火ということで火曜日という情報を得ることができます。 先ほど読み込んだ BS2011 のデートという列を見てみますとすでにこのデートタイム型になっていますこれはどういうことでしょうか読み込みの際にインポートウィンドウのところで自動的にデートタイム型を使用するというふうに 日付を認識してデートタイム型で読み込んでいたためですですのでこのまま BS2011 の変数から例えば月曜日週末かどうかの情報を抜き出してみたいと思います月の情報を抜き出すにはマウスという 関数を使いますそして BS2011 のデートですのでこれを BS2011 マンスというような新たな変数で定義します。こちら BS2011 を開くとマンスという列が新たにできています。これれは月の情報だけを入れた データになっています。同様に曜日の情報を抜き出してみたいと思います。曜日の情報は数値と文字で保存されます。BS2011 Day of Week と BS2011 y o オブウィークネームという名前で保存しておきたいと思います。そして最後に、週末かどうかということを判定するというような変数を作りたいと思います。b s 2 0 1 1ホリデーとしておきます。これはどのように保存されるかと。 言いますとこのように週末であると1というような変数になりまして平日であると0というように1か0の変数で入っているというようになります。Is w ウィー e n d に対してトゥルーなのかトゥルーであると1とフォルスだと0というような結果が返されるようになっています。 それでは、次に可視化ををしててデータの傾向を見ていきま,しょうまずはバイクレンタルの代替の推移を見るために日付に対してバイクのレンタルがどれぐらいあったかというものを表示していきたいと思います変数エディターでコントロールキーを使うことで複数の変数を選ぶことが可能です。 プロットタブを選びますと表示できるグラフが残されています今はプロットしかありませんのでこちらで表示したいと思いますプロットが表示されましたが各データ点が線でつながっているのでこれを点に直したいと思いますコマンドウィンドウを見てみますと これを描いたコマンドが書かれています。これを少し修正します。こちら少し見やすくするためにグリッド、グリッド、マイナーというものをつけたいと思います。こういうような横軸が 時間となっているものに関しましてまあデートタイムで定義されたものになっているものに関しましてはズームをしていくと横軸がダイナミックに変わるようになっていますこのように2011年のあたりはあまりまとめて借りる方が少なかったのですが2011年 半ばぐらいはですね、まあ、結構借りる人が多いですよときっと季節の関係もあるんでしょうが冬はあんまり少なくて夏になると増えているのかなというようなことが分かりますただこのデータですと平均とか総数を見ているわけではないので全体的に増えているかなというような大体のことしか分かりません。でですので次に 平均を描画してみたいいと思います。平均を求めるためにバーファンという関数を使用しますまずはこのバーファン何かを知るためにドキュメントを見てみたいと思いますこのバーファンはテーブル型のデータに対してある関数を適用するための関数です ドキュメントのこの構文のところを見てみるとファンク A と書いてあります。このファンクが適用する関数で A がテーブル型のデータになっています。その後にオプションをいろいろと指定していくというふうになります。では実際にこれを使ってみましょう。 まず平均値を取りたいため mean という関数を使用しますその後にテーブルデータ BS2011 を指定します何に関しての平均を取るのかというものを指定する必要がありますそれはこのドキュメントの下に説明がありますがこのグルーピングバリアブルズと いうものを指定します例えば月や日の情報は無視して24時間各時間の平均値を取るにはここを「にしておきます hour」という変数でグルーピングするというような感じです。 次に、こちらのインプットバリアブルスを指定します。これは何の平均を取るのかというものを指定しています。今回はバイクレンタルの数ですので、ここをカウントと、そしてこれをバイクスタッツというような名前で、 実行しますワークスペースを見てみるとバイクスタッツという新しい変数ができています。これはアワーグループカウントミーカウントというような確率がありますがアワーでは0から23時までグループカウントは各時間。 何回あったかとということなんですが、最後に求めたかったバイクの平均値バイクレンタル全てのデータに対して0時はだいたい43ぐらいのレンタルがあったと1時になると26というふうに4時台ぐらいまでは減っていってそこから朝になるということでだんだん増えていくと。 いうようなことがわかるかと思いますせっかくですのでこちらもプロットしたいと思いますどういうふうに変わっているのかというのを見るためにプロットしてみるとこんな形になりますこちらもグリッドつけたいと思いますこのグラフなんですけれど もう少し見やすくするためにこちらでマーカーをつけますこんな形でグラフをきれいにするというようなツールも用意されていますこのデータを見ていきますと先ほど言っていましたように夜中の1時 ぐぐらいから、まあ、5時ぐらいいか時までではすすごく下ががり気味なんですがだいたい朝の8時ぐらいですね非常に高いピークが出ているということで、えーまああのー、朝天気もいいから自転車に乗ろうかなという人がいたりですねでまたもうお昼ぐらいはちょっと下がりまして夕方6時ぐらいですかね、まあ、帰宅時間ですかねそういった時間に借りようという人が多いということがわかります。 これは24時間のバイクレンタルの変化を示した図ですが他にもいろいろと書いてみたいと思います例えばグルーピングバリアブルズとしていたところを hour ではなくてデイオブウィークにしたらどうなるでしょうかそうするとデイオブウィーク1から7までと いうことで日曜日から土曜日までのデータが出てきています同じようにプロットをしてみますとこのようにですね曜日に関してはあんまり変化がないというところがわかるかと思います最後に各月に関してバイクレンタルがどれだけであったかを計算します 先ほどと同様にバーファン関数を使いますがグルーピングマリアルブルーズをマンスにしますこうすることでバイクスタッツ変数バイクスタッツがマンスは1から12になっています各、えー、月の平均を今度はバープロット プロットしてみるとこのような変化になります。1月、2月、3月、4月ぐらいは少し少なくて、5月、6月が非常にから非常に多くなるというところがわかります。このように解析を行う場合はデータを描画して データの傾向に沿ったモデリングを行うことが重要です。今回は、24時間の各時間や、12ヶ月の各月でバイクレンタル数が異なることから、バイクのレンタル数は時刻と気温の関数であると仮定をします。では、9月の平日のデータを使用してモデリングを行う例を紹介します。 まずはデータの抜き出しを行います。月の情報が入っているのは BS2011 という元のファイルの中のマンスという変数でした。これが9月ですのでイコール9としてそれをある変数に入れておきます。また、 曜日の情報が入っているのは BS2011 の中の「Day of Week」というような変数でした平日のデータだけを抜き出すというような場合は2から6月曜日から金曜日までの情報を抜き出すということをしたいと思います この際に「isMember」というような関数を使います。これを「IndexDate」というような名前の変数に入れておきます。この「IndexMonth」や「IndexDate」という変数をワークスペースで見てみますと「ロジカルというふうになっています。 これを見てみますと、中身は0と1の変数になっています。マトラブでは1が true、0が false を表しています。例えばこれですと、9月に該当するというようなデータに関しては、1という値が、フラグが立っていまして、それ以外のところは0というふうになっています。 月と曜日の情報を合わせたインデックスを新しく作成します。これでインデックスというような論理変数ができました。これを使用して元のデータからインデックスのフラグが1になっているものだけを抜き出します。 変数 BS2011 の中にインデックスを入れ、その中のアワーという変数を新しくアワーと定義します。また、同様に時間以外にも気温の情報が入っているので、気温の情報を添付とします。あとは、バイクのレンタル数。 をカウントという,ふうに定義しておきますでこれで例えば「hour」というのが 525×1 になっているんですがこれは9月の平日のデータだけ元の BS2011 の変数から抜き出しましたということになっています。まあ、例えばこれ0から23までと。 いうふうなのが繰り返されていると思いますが、これは9月の平日の情報だけになっています。今作成したこの3つの変数、アワー、テンプ、カウントを使用して、今度は曲線近似を行っていきます。なぜ曲線近似をするかということなんですが。 もともと行いたかったことというのがこの自転車のレンタル台数を時間と気温から予測するというような式を立てるということでした。ですのでこういった青いデータ点に対してこういうカラフルなこの面なんですけれどこういうような関数を推定してやるということを曲線近似で行います。 マトラブでは曲線近似のためのツールが用意されています。このアプリケーションには GUI ツールがたくさん含まれていますが、その中の曲線近似を実行します。この曲線近似ツールで先ほど作成した時間の情報と 気温の情報からバイクレンタルを推測するということなので3つの軸を作成しますこの曲線近似ツールではこのようにこの左上の部分でデータを読み込みますそして次にフィッティングを行っていきますまずはよくある 多項式二次の多項式でフィッティングをするとどうなるかということでデータ点黒い点に対してフィッティングあまりうまくいってないねというのがわかるかと思います。でこちらどういったモデルでフィッティングをしているのかと。 といいうこころがこちらで出てきてきますま例えば決定係数なんかを見てみますと0.3638、ま、これ高いほど、えー、フィッティングがうまくいっているということなんですが、ま、非常に低い値なのであまり良いフィッティングとは言えませんまもう少し多項式の時数を上げてやると、ま、こういったように かなり複雑なフィッティングになっていますが、まあ、これだけ上げてもまだ0.5257ということで、あまりフィッティングが良くないことがわかります。このデータの場合、アワートテンプとカウントという3軸ありますので、まずは2軸でデータを見てみて、どのような式が良いか確認をしてみたいと思います。 アワーに対するカウントをまずは見てみたいと思います。デフォルトでは多項式になっていますが、例えばガウス分布、2次のガウス分布なんかで近似してみると、割といい形になっています。次に、 テンプ、まあ、気温に対するバイクのレンタル量カウントを見てみたいと思います。今度はこのガウス分布ですとあまりうまくいかないということで、制限波の和でも使ってみようかということで、まあ、あのデータのばらつきがあるので、どの式にしてもなかなかうまくいかないんですが、この制限波の和を使ってみたいと思います。で先ほどのガウスでも ここに式が出ていましたがこの式を使用したものを用意してきましたのでそれを読み込んでみたいと思います。で先ほどのガウスと制限波の和でフィッティングしたものがこちらの図になっています。 実際の式で見てみますと、このような式でフィィッティングを行っています。これは前半の部分が時間による変動ということでガオス後半の部分が気温による変動ということで多項式の和で表現されています。決定係数を見てみると0.6397ということで、まあ、先ほどの 多項式などよりは良いいフィィッティングができていると言えます今この GUI で曲線近似をしていますが同じようなデータがあった時に同じ式を適用してフィッティングさせたいというような場合こちらのコード生成という機能を使うことができます。 コード生成をすると今 GUI で行ったことがコードになって出てきます。例えば CreateFit というような名前で保存しておきます。作成した CreateFit の関数をまずは使用します。 そうしますと、まあ、先ほど GUI でやったことが、まあ、同じ結果が出てきますこの出力引数フィットリザルトを使用して例えば第1引数アワーで第2引数テンプということで、えー、午後の2時 20度だった時にどれぐらいのバイクレンタルがあるかというのを予測することができますだいたい244台ぐらいレンタルがあるのではないかとこのモデル式から予測することが可能ですこれまで打ったコードを最後にプログラム化していきます選択して スクリプトを作成としますとこのようにコードが作成されますで、まあ。いるところだけ残して保存をします。今、まあ、こちらのコードをです、ね、実行しますと今までやってきたことが全て実行されると。 いう,ふうになりますただですね今回は、まあ、もう少しきれいにしたファイルを用意しておきましたこういったようにこのパーセント記号を使うとエディターの中では緑の色になりますこれはコメントになっていますでパーセント %2 つを使うとセクション区切りができます セクション区切りの良いところは例えばこのセクションのコードだけを実行したい場合はセクションの実行あるいは実行して次に進むというボタンを押せばここのみを実行することが可能です。またこのコードをレポートに直した時にセクション分けがされます。 今、レポートを作成してみましたが、先ほどの、まあ、パーセント2つを使っていたところですね。データの読み込みとか、例えばデータの読み込みというところはですね、それを、パーセント2つを使っていたのですが、こういったように、セクションになっています。セクションのタイトルになっています。で、タイトルに、例えば、 曲面近似のセクションに移りたい場合は、こうやってクリックするだけでそれに飛んでいくというふうになります。このようにグラフとコードを一緒にしたレポートを簡単に作成することができます。 今日はマトラブでできることの3つデータへのアクセスから結果の共有レポートの作成の部分までを一連の流れをお見せいたしました本日紹介した内容をまとめます日時を扱う関数マンスウィークデイイズウィークエンドなどの関数を紹介いたしました この機能は 2014B から追加された機能になっています。日時データを拡大していくと X 軸がダイナミックに変化していましたが、こちらも 2014B の新しい機能となります。テーブル型に対してバーファン関数を適用して平均値を取ると。 いうことや論理インデックスを使用してデータの抜き出しを行うということも行いましたまた曲線近似の GUI ツールを使用してフィッティングを行ったり最終的にいろいろとコマンドを打っていたものをプログラムにまとめるということを行いレポートを作成いたしましたぜひ今日の セミナーの内容をデータ解析に活用してみてください。